っちが家康で、その裏に広場があるんですね。そこに幸之助がいると。どうもこんにちは。それまでは僕はドラクエやるんで。この見えねえんだな、これがな。全然見えねえ。幸之助のテストが終わり次第。でもなんか普通に歌える気がする。果物列車はガッタンコとかって歌えばいいんでしょ、これ。そうそうそう。余裕じゃねえかよ。発声やってからの方が歌いやすいかも。じゃあ発声お願いします。おーとかってやったら大丈夫いい感じですか。もうちょいもっとでかい声出したいけど、あっちならいいんだよな。あっち向かってなら。幸之助、歌前の発声練習です。さすが元応援団長、リーダー長な。リーダー長いいね。出た。お腹に力入れて、閉めて。うん、これがいわゆる腹式呼吸だぞ。腹式呼吸。お腹を使ってこれ。あ、もういけるこれ。果物列車がたんこはっおちしこよっしゃ、いけるぜ、いけるおいちゃん、またそれはお花摘んでんの。面白いよ。あんにゃん好きなのね。私くらい、こんにちは。でしょ、でしょ。虫、やだ。どこにいたの。今日蜂いっぱいいるの。いるのとか言いながら摘むからもよ。集めて。あ、俺も集めた方がいい。うん、オッケー、任せろ。めんどくさいよね。いやでも面白いよね。うん、蜂意外と多いですね。薄いからこの花を。これ蜂刺さないの大丈夫あんた。いや、いいでしょ。すごいね、怖くない。蜂さんも悪いことしなかったら刺さないべよ。蜂さんつって。頭いいの。黒いと狙われるよ。あ、そうなんだ。黒いからどこ。ここら辺で。じゃあそこばっか刺されて。あ、いいよ。お母さんが来て、お母さんがおとりになってる間に子供を逃がすんだって。この間習った。恋っていうのはまだこう実る前なんですよね。愛っていうのはもうできてるんですか。もう近いんだよ、距離が。こういう感じですか。近い。ついてんだよ。そうそう。で、恋はまだ。まだこういう感じです。多いんだよ。恋だから恋ってか。恋を濃くしたら。愛に。かっけー。じゃあ今からご飯食べ行きましょう。こんにちは。レッツゴー、こっち。レッツゴー。Everybody。Come on。頑張る。その。なんか歌のテストなんて小学生ぶりだわ。いやーもう緊張はしなかった。緊張しなかった。めちゃめちゃ緊張してたけど。忘れた忘れたお使いを、あっち行ってちょんちょん、こっち行ってちょんちょん。そう、入んなかった。あっち行ってちょんちょん、こっち行ってちょん。終わってもテンション高いからよ。焼き肉いっぱい食うぞお前ら。一枚あればだって。あ、ほんすけ。僕も持ってるから。うーだけだけしかない。しかない。さすが。7月21日ってなんかの日だよね。普通は夏休み入るような。あ、もうそんな時期。次は30年誕生日。小中学校の子はもうみんな夏休み。あ、そうなんだ。はい、つくばいいやつだって。なんか名前だな。さあさあさあ、浜辺いないのもうちょい太ってほしいよ。あ、ちょっと待って、二人ともありがとう。何だ。待っていただいたので、食事のあれを。あ、ありがとう。ありがとう。でもこちらセリフだよ。ありがとう。あ、上手に言ったんだよ、これ。あ、どっかは。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。私で、すいません。すいません。私でさせて、すいません。わかんなくてごめんなさい。これでいいですか。お前さん、ありがとうございます。俺は悪めるよ。すいません。すいません、先輩に生意気、ため口。ピアック、パック、コック。あ、待って、マスクしてない。マスク、どこか。いや、本当お腹すきすぎて死にそう。え、あの一階来たね、あの一階のところ。あ、こっちだっけ。どっちかでも行けるか。そうそう。え、マジそれでさ、この感じ。いいやつ。もう茨城県民なら絶対一回は来たことあるみたいな。県南県西。の人も来たことある。ない評価し。あ、そこはもしかして。そう。よく行ってたわ。あ、マジ俺だけ初めて。よく行ってた。ここです。あ、電車でこれをやってると。いくら食べ放題をやってるって聞いたんだけど。多分やってる。ほら、これこれこれ。いくら食べ放題。行こうか。
3人です。手袋なんですが、1回1回使い切りにしてほしいんですね。はい、新しいもの料理コーナーにございます。はい、ありがとうございます。はい、特別コースでございますが、あ、その特別コースでお願いします。美味しい、まあ、食べてねえだろ。お寿司なんですが、見せてご注文でございます。はい、見せるだけですので何度でもご利用してください。 ありがとうございます。ステーキがこちらに枚数書いていただいて、こちらにボルトありますね、はい、こちらを中央のグリルコーナーに出してください、はい、ベルが鳴りましたらステーキの出来上がりです。はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、ではごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。シャクチャクシャクチャク、やっぱり冷たい飲み物を飲みました。これなんか飲み物なんだ。飲み物なんだ。やった。やった。これは萌が心を開いた証拠よ。最近ちょっと毒舌が混じってちょっと濡れる。萌さんはなんだかんだこの動画好きっていう。昔からそんなことはない。そんなことはない。そうよ。いいよ、どうぞ。うわ、好きそう、萌。やかしや。誰がヘラクレスオオカブトや。あったかい。おいしい。興奮する。いろいろありますね。いいよ。うまそう。何枚？前じゃない。前だけに。もえちゃん、シューマイ食べる？6個。さすが四川省の職人。何個いけた？ありがとう。からし持ってといて。ガッキー。シャーハン。麻婆丼。あんかけ。焼きそば。チゲスープ。あ、シーフード。まあ、これうまそうだね。コーンポタージュ。これは野菜のスープですね。餃子？何？あんかけだって美味しそう。そう、あんかけ美味しそうなんだよ。もしかして俺も欲しい。全然美味しそうなんだ。美味しそうだね、これ。美味しそうだね。チャーハンで合う。うん、チャーハンと合うね。天津飯的な。ちょっと何？ちょっと何て言うかよくわかんない。うまそう、うまそう。一回ちょっと戻ろうか。ステーキを頼むときは紙に書くらしいんですよ。記入後グリルもしくはお渡しください。10分から15分とかかります。4枚まで注文可能です。何枚食べたいかだけ書いて店員さんに出せばいいんだ。ということで皆さんの着きましたということで着きましたということで皆さんのはい、僕の写真撮っとくおばあちゃんに送っとこう。やば、この肉、まあ、チャーハンの上にあんかけ、チャーハンあんかけな。で次これが、シューマイだな。シューマイで、まあ、もちろんサラダ類もいろいろありますと。でここら辺はね、俺が年中さんの時に撮った友達ので、これはまあサラダで、これ俺の大好きな、もうこういうの好きなんですよ。こういうの、このお酢漬けね、こうなすけで、一番の目玉はこれ。これいくら？これ299円食べ放題ですか？これいくらでも食べ放題、いくらだけに。あとはピザだのなんだのもありますよと。いただきます。いただきます。うわ、食べていい？ダダン、どうやってやるんだろう。普通に飲んでる、もやしみたいなのない？普通にこれはもう味で生きてるけど、多分味ついてるのはついてるのかな。まあ、豪快に行くんだから、これ豪快にこうやってな。これもこれも全部つけんだよ、これ。こうやって、これ何？もうやるな。これあれか、これなんかちっちゃく見えるかもしれないけど意外とできるんだよ、この肉。うまい、シューマイタイ。うまい？バジル、そんなに甘じ好き？こんなうまいわけねえだろ、お前。言うて、お前だったら、この言うて食べ放題に行くだから。マジで美味しい？いただきます。ソースが甘い。めっちゃダメじゃん。美味しいんですか？うん、うん、なんかコストコに売ってる肉って感じ。これ、この店のおすすめ。何やってた？ニンニクかな？肉も豆腐。言うて甘い、言うて甘いんだ。ん？生も食べたい。めっちゃ濃くない？本当に美味しい。もうよろしく。なんかやるな。上手に品なんかいらないんだな、おいちしょな。ご飯でバンドさせやる。いくらちゃん、これいくらっつって。まずいくらって俺あんま食べたことないから。いただきます。そうなの？うん、あ、うまい、うまい。これうまい。これ食べ放題はえぐいね。いくら好きにとってはたまんない、うん、そう、いくら好きにとってはたまんないですよ。いくらでも食える。うん、胃がクラクラしてきた、食べ過ぎて。え、あ、これほら飲んじゃおう。もちゃもちゃ食べる。はい、どうぞ。
あーおいよ、This is a pizza. ピザの上に乗っけたのはこれは何だっけ？焼き餃子。ピザ。うん。みんな何物食べに行こうよ。いいな。これ前このバカマスク。あ、持ってた。マスク。つってんのこれ分かんないか。むしろなんか一枚ここにあるかも。コウノスケの恒例の毎回の動画で出てくるこのソフトクリームどこの店にも置いてあるってことだな。カップもしちゃう。これメープルが入ってる。あ、そうなの。いいね、うまそう。めちゃめちゃ好き。うまい、よかった。私は2つ目のイクラちゃん。これイクラでも食べきれい。本当にこれね、僕も5フェアのやつ限定なのかもしれないけど、ハワイアンっぽい感じで美味しそうです。僕の大好きなトマトもある。そしてお姉ちゃんも来た、ね、なんかディズニーにありそう。いいよ、使って。ジョウスケさん何ジュースって、お前それカルピスやない？誰が薄めや。そうよね。あ、濃いめか。誰が濃いめカルピスや。うん、食べよっか。あ、これうめえな。いや、いいね、アイスって。いいね、アイスね。出た出た出た。恒例ですか。恒例の。いや、ケーキって言うの。ケーキっすね。何これ、1個がこれだったりする。あ、これね、いいね、ちっちゃいの、ちっちゃい食べれる。もーちゃんがメープルシロップ痛い話かけてる。メープルシロップ。わかってたか。あ、コウノスケはバレてた。
クマさんのメイプルシロップすごいすごそうで、ドッ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 、いや、ほんとに何個でも食べたい。出た、いくらでもいくら食える人からしたら美味しいです。なんかいくらって割と高くない？そうなんだよ、意外と高いいくらが食べ放題。これも学生の味方ですね。もうこぼれんばかり。いくらってさ、全然取れないから高いの？いや、そういうわけじゃない。スーパーのいくら美味しい、じゃないよ。うん、ん、なに、なに、まあ、もともとでしょ。これづらいからです。あ、そういうこと？あ、需要と供給的に。だって海だって大して美味しくないと高いじゃん。これづらいからです。ウニは萌ちゃん嫌いだもんね。いや、俺ウニ好きよ。友達ウニも嫌いじゃん。いや、ウニ嫌いな人はどんなウニでも。それですか。うん、美味しい。ブーみたいな。もやしと絡めんだ。これもそうっすけど、これちょっと落ちそうになる。で、落ちるんでして。怖い。そこもまた一挙。いいです。こういうの挟まる。ん？どうった？どっちもか、なんか甘って。これナイフなんですか？東大元暮らし。ナイフが大きいか、メガネ全部見ましたね。バイトの社員さん、うん、言うと、もうこんな中で社員さんがいるんですよ、うん、いいやつがいいの、バイト、バイトの言うと、え、24歳の社員さん、女の子、いや、もうおばさんじゃん。どういう感じかよくわからんけど、マスクつけてるから、あ、マスク取ったらやばいみたいな、ほかんじゃないことを言うと、ちょっと今度連絡先もらおうかなーって先生が、スーパーの、でも俺が一番っていうか、聞いたか、見てるよ、これ公開告白だから、無理だったら俺のとこ来ていいんだからダメだ。あんにょーん、典型です、典型。あ、はい、ほんと目重たいのに、うん、それはそれはでーん、ニャン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 ニャブルーラブラスでした。ではこの試験の二次プロジェクト話いくよ、 SE せーの、はい、どうぞ。まゆかとあやかのあの YouTube にサインのやつが載ってると思うんですけど、ね、それを皆さんに見てほしいって、それを見れば、まあ、魅力が分かるけど、見ました、まず興味が湧かねえだ。まゆかとあやかの写真どうぞ、はいどうぞ、はい、こっつって自分やんねえくせに本当にはい、どうも、ここら辺ね、俺の写真だから、どうせこの子たちのサイン、はい、サインが欲しいんですよ。2つ書いて、多分それがハンバーグ、それが行くんですよ、ハンマーの元抽選で、それが欲しい。何名様に2つ書いてるの？2名様じゃん。2名様、それぞれ違うサイン、2つ考えて、そのサインをどっちがいいですかとか、ファンに決めてもらっていて、まあ決まったわけですよ、それで。で、その2つのサインがこう、いくの。あ、その決まったサインが、決まったサインと決まんなかったその余り物もファンの問題。じゃあ多分あれだね、将来的には余り物の方が、ね、勝ちでそうだね。まあ、いくのかな。その情報が詳しく出てないから。え、それ、もう抽選で誰かに当たるってことは出てる？出てる。応募方法は？俺たちの概要欄チェック？
概要欄に URL 貼ってあるんで、何もねえっつうの、このすけの20のいやかましいわ、やめろやめろ言うな、いいよ、うるせえよ、おめえら。ダンボーイじゃなくて、間違って学籍番号書いたことある。じゃあ前も話してたよ。バイトの番号。それやれば、コーの中にいくら入ってたんだけど。顔それぞれ、もういっぱい B が入る。え、いいのコーラ。いや、申し訳ないよ。若い結構知れた。ちょっと油を。ほら、ふざけんなよ。うわ、汚ねえ。いくらが光ってる。いくらが光ってます。これは宝石箱や。美味しそう。結構ね。生臭いよね。臭くないですか。生臭い。それが美味しいよね。うん。分かんないのかな。え、生臭いですか。生臭くなんか全然ないけど。生臭いとか言ったらホヤとか。俺ホヤはね、さすがに食べなかった。なんか海の感じを感じる。苦いよね。苦い。おっちゃん。おっちゃん。あ、俺はもうそうだけど、声を大きくやらないと編集じゃないか、うん、これ声を大きくじゃなくて、なんだっけ、似たようなものがここにあるから、僕らの掛け合い、あのね、生臭いものが苦手、こうのつけて、そうなんだ、ええ、すごい興味ありそうじゃん、わざわざ聞いてくれたの、ありがとう、本当にこう、時間が経つ湿度もって感じマジ臭い、マジ臭い、あと鮮魚コーナー、あのお魚コーナーの 裏とかもとってる臭い、うん、一応ピンチだよ、あ、ごめんごめんごめん、わざわざ萌ちゃんに近いところごめんごめん、あ、やだ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 、鳥肌立ったんだけど、パックから魚出して袋に捨てるんですよ、このパックが魚を分けるんですよ、それが臭くせで、マグロとかこう血がいっぱい周りに、あの鮮度落ちるで来るわけ、それが手につけたりして、貝類はマジで臭い、あ、うん、貝類は確かに臭そう、鈴木さんの頭みたい、お前らめっちゃ臭いよ、これブーツやから俺と幸之助はやばいよ、酸味のごめん。皆さんに帰りましょう。いや、うまそうだ。こんにちは。もえちゃん、お茶がいいんだっけ、ごめん、忘れてた、いいお茶ね、もえちゃん、何やってたの、何もやってないよね、ちょっと待ってて、変なことしないように、3と4 10、これ美味しいね、あ、やばい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 、あ、あ、やつ、こっちの方やりやすいの、右が、どっちかが三角形、どっちかが四角形、三角形、三角形、四角形、難しいでしょ、12でやるはず、本当に何それ、マイちゃん、みんな練習したもんね、
ゆうちゃん食べる？これ食べていいよ、まちゃん。はい、どうぞ。はい、どうぞ、まちゃん。じゃあね、みんな。みんな、何ですか？なんかやったらしい、お前が。